はい、ということで皆さん、理事長でございます。現在ですね、非常に話題になっているものがありまして、とあるゲームで遊ぶだけでアカウントがバンされてしまうというようなことが今起きているみたいです。現在は解決しているんですけれども、どういう話なのか見ていきましょう。はい、皆さん、こちらツイッターを参考にするんですけど、このゲームに参加するとロブロックスのアカウントがプラットフォームから禁止されますと、バンされるってことですね。このゲームは新しいテクノロジーを使用してロブロックス自動モデレーションシステムを効果的に騙して、あなたが非常にひどいことを言ったと思い込ませると、マップに入っただけでこのアカウント悪いことしてるよねと思い込ませてバンさせると、非常に悪質ですね。まあ、現在はこのマップバンされてるみたいです。現在はこのウェブサイトからこのアカウント作ったマップ制作者を IP バンしたというようなことも書かれているので、もう大丈夫と。だから僕動画にしているんですね。マップがバンされてない状態で動画上げると、多分悪ふざけで入って本当にバンされる子出てくると思ったんで、とりあえずバンされるまで待ったんですけど、まあ、現在は IP 番号とされてるんで、本物のマップはないです。もう現在ないですね。安心してください。で、そのマップの中に入ったらどういったことがあるのかみたいなのも YouTuber さんが上げられていますので、そちらちょっと見ていきたいかなと思います。概要欄に参考のリンク貼っていますね。もう40万再生ぐらいされて今話題になってるんですけど、いきます。要はマップに入るとこんな形でクロスウッズって言うんですけど、新しい MMORPG だという感じで売り出しているみたいですね。で、マップの中に入るとこんな感じでロードが始まりますと。ロードが始まった瞬間、この赤い空ですね、赤い空でぐるぐるぐるみたいな、まあ、変な画面になって、はい、出ました。こちら。You are kicked from this experience. この体験からキックされましたと、はい、いう感じですね。で、エラーコードが発生して、なんだろうと思って、そのゲームから退出をすると、はい、アカウントデレイテッド。これアカウントがバンされましたっていうことですね。文を翻訳するんですけど、私たちのコンテンツモニターは、ロブロックスでのあなたの行動が私たちの利用規約に違反していると判断しましたと。ロブロックスが全ての年齢のユーザーにとって楽しいものになるように、ロブロックスコミュニティガイドラインを遵守してください。アカウントは終了しました。異議申し立てをご希望の場合はサポートフォームからご連絡ください。完全にバンされてますね。あなたの行動が利用規約に違反していると。マップに入っただけなのにね。っていう事件が皆さん起きたんですけれども、現在はバンされてるので、一応安心して OK です。で、これ1ユーザーのコメントなんですけれども、私はこのマップで禁止されました、バンされましたと。誰かがこれをチャットに入れて、楽しいアドベンチャーゲームだよと言って、マップに入ったらバンされたわけですね。ゲーム中にリンクが貼られてるんですよ、ゲームのチャット内に、悪ふざけで。アカウント乗っ取り詐欺みたいな動画あげましたよね。あれもゲーム内チャットなんですよね。ゲーム内チャットにリンクとか、これ面白いゲームだからとか、ロバックスあげるからみたいな感じで悪いことをする人間が多いんですよね。特に皆さん、これから夏休みなんですよ。夏休みに入ってロブロックスをする時間増えると思うんですけど、おそらくこういった類のもの出てくるんじゃないのかなと思います。今回一応解決はしたんですけれども、要はそういうことが可能ってことじゃないですか。簡単に言うと、今後そういったことをする人間が出てもおかしくないっていうことですよね。言い方を変えれば、どん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 そういったね、抜け道みたいなところから、こんななんか恐ろしいマップを作る人も今後出てくると思うんで、皆さんあれですね、知らない人のチャットを信用しないことですね。知らない人のチャットを見てロバックスがもらえるからつってアカウントのパスワードを教えたりだとか、このマップすごい面白いゲームだよつってアクティブ数が0人とかさ、聞いたこともないマップかなんかにむやみやたらに入る、まあ、僕のマップの企画みたいなね、僕みたいな YouTuber だったら自己責任なんですけど、皆さんは多分いろいろゲームやり込んでると思うんで、絶対に皆さんマップにね、入らないようにしてください。まあ、今回注意喚起の動画になりました。 SNS とか海外の動画では非常に話題になっているんですけれども、おそらくね、日本の皆さん分からなかったと思うんで、今回代表して僕が動画を上げました。皆さん何か思ったことがあればコメント欄とかに書いて共有していただけるとすごく嬉しいです。短い動画になったんですけれども、報告動画になります。以上です。